ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。先日ですね、ちょっとというか結構大変だったんですけど、京セラドーム大阪ですか、あそこに行ってきました。まあ初めてですね、行きました。私現役の頃はまだ大阪球児だったかな。で、日本選手権、社会人ですね、日本選手権をやってたので、で上がってちょっとしてから、京セラドームができて、で要はまあ秋の日本選手権は京セラドームっていう風になってたんで、一回ぐらい見に行こうかなって思ってたんですけど、結局行けず、ずるずる、まあそのままなんか、まあ野球もいいかぐらいな感じになってたんで、行ってませんでした。でまあたまたまね、今回はジャパンの試合があるということで、昼間はドラゴンズ戦、夜はジャパンっていう感じのダブルヘッダーを見れるということで、一日行けばダブルヘッダー見れるということで、まあ、これ美味しいなと思って行ってきました。でね、今日はね、ちょっとね、京セラドームでちょっと話したいかなと思います。でね、一番面白かったのは、京セラドームね、なんですかね、途中再入場、要は一回外に出てまた入ることができる。これ本当にいいと思うんですね。バンテリンダメなんですね。再入場はできませんっていう風なんですけども、まあ、何がっていうと、まあそんなに食事を食べに行ったりとかはないと思うんですね。試合やってるからなんですけども、やっぱりまあ急なね、なんかあってどうしても外出なきゃいけないとかっていうケースもあると思いますし、またね、思ったのはどうしたっけ、外でグッズ買えるところありますよね。プリズマクラブでしたっけ。あそこがやっぱ試合前当然すごい人ですし、試合終わった後もすごい人になるんですね。なんでそれが例えばね、試合の展開にもよりますけど、ちょっと3回か4回ぐらいにちょっと外行って買ってこようかなとかってね、行けば多分そういう時だったら混んでないので、そうすると結局グッズの売り上げも上がるし、集客もできるしっていうような感じで、なんかそれはそれでちょっと再入場も考えてもいいんじゃないのかなとふと思いました。はい、まあ、これも私の思いなだけですよ。はい、であとはですね、座席がね、いつも気になってたのが、私内野席よく行くんですけど、内野席とかネット裏近くに行くんですけど、バンテリンの座席ってね、座席自体はいいんですけど、座席の下、荷物を要は置くところですね。あそこがですね、途中まで斜めなんですよね。斜めでまっすぐになってるんで、その斜めの分、荷物が入ってかないんで、なんか落ち着き悪いんですよね、いつも。その席よりも結構浅い風にしか置けないっていうような感じで。で、京セラドーム行ったらですね、やっぱりギリギリまで直角にこう、後ろが鳴ってるんで、要は座席の下のところですよね。座席の下の足を置くところですよね。あそこが直角になってるんで、ギリギリまで後ろに物を下げれるんですね。あと結構な容量入りますんで、まあ別にいっぱい持ってくるつもりはないですけども、例えば近場じゃない人もいます。そうするとね、一泊で来られてる。で、球場に直で来て泊まって帰るみたいな人だと、やっぱり着替えとかも持ったまま入られるケースありますよね。そういうのがちょっと、バンテリンだと、ちょっと荷物を置く場所ないかなと。まあ、当然ロッカーとかありますんで、それ使えっていう話になるんですけども、ただ全員分絶対ないですから、でなんかそういうのを考えると、なんかもうちょっとなんかうまくできんかったかなってふっと思いましたね、バンテリンがね。強制はそこいいなと思いました。はい。あとは、そうですね、座席のね、バンテリンこれ良かったところは、バンテリン、京セラよりもバンテリンいいなと思ったのは、座席の前後間隔。めちゃ狭。狭かったー。まあ、普通には座れるんですけど、もう普通に座ったら膝が前の席の背もたれに当たるか当たらないかギリギリぐらいなんですね。だからもう絶対誰か前通る人は、通るときは、絶対立つか、こう外へ逃げるかしないと通れない。ましてやこんな大きい人間がね、うろうろしようものなら、もう全然動きようがないような状態でしたので、まあ、ちょっとあれはね、ちょっと動きにくいかな、試合中はね、
当然インターバルの時だったら全然いいんでしょうけど、でちょっとなんか買い物して帰ってきた時がちょっと盛り上がってる時だと入りづらいなっていうのは私もありました。はい、その打席が終わるまで待ってましたんでしたね。はい、なんでちょっとねやっぱそこはバンテリーの方がそうちょっとグッと体寄せるだけでも前通っていかれれるんで、多少ですよね、5センチか10センチぐらいの話だと思うんですけど、まあそんだけでも感じ違うんだなと思って、うん、感じてました。でね、なんすかね、京セラちょっと明るい感じ、うん、まあ LED の関係だとは思う、LED の配置の関係だとは思うんですけども、結構明るい感じ、眩しいなっていうのが印象ありましたね。うん、であとはグラウンドの距離が結構近い感じ、ね、ファールグラウンド狭い感じ、簡単に言うとなんか結構キャッチャーに近いところにいるよね俺らっていう、スタンドがねあるなっていう感じがして、あ、結構臨場感あふれる感じで見えたので楽しかったんです。はい、まあ試合もね、ジャパンの試合ちゃんと勝ちましたし、ドラゴンズはまあ引き分けでしたけども、中田翔選手の初ホームランが見れましたんで、まあ、それ十分満足かなと思って、まあ、1対1でロースコアのゲームでしたけども、やっぱりね、うん、それでも満足させられるような、試合展開でしたんで、まあ良かったかなと思います。はい、今日のところはね、こんな感じで、京セラドームについてお話ししてきました。最後にもう1点、私、席のね、内野のね、ネット裏のところはね、席のなんかチケットがいるんですね。あれを一回なくしてしまって、まあ大変でした。はい。大変でした。僕は大変じゃなかった。私は大変じゃなかったんですけど、スタッフの方に、すいません、席の、券なくしたんですけどって言ったら、いろんな確認で20分ぐらいですかね、いろいろ作業していただいて、本当に申し訳ありませんでした。スタッフの皆さん、ありがとうございました。ただ、その間にね、いろんな情報を仕入れて、これなんで、コンコースぐるっと一周できますよとかね、内野のチケットを持ってると内野から外野までぐるっと一周回れるんで、そうすると食べ物屋さんも全部こう見て回れますんで、あれいいなと思って、それで同じ階に全部建物屋さんがあるので、まあ多分上もあると思うんですけど、同じ階にずっとありますんで、ずっとこう散歩しながら、食べ物を探してどれがいいかなって言いながら、結局2周ぐらいしたんですね。1試合で2周分ぐらいしてますんで、はい、健康のためにもいいのかなと思ってましたけども、はい、まあ、そんな感じで、見てきましたっていう話で、京セラドームこんな感じでしたよっていうところのお話でした。はい、この動画ね、面白いなと思えば、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、いろんないったものとかね、買ったものとかもねお話していきますんで、よろしくお願いします。またね、バイバイ。